では今から始めていきますね。つながされました。ここが硬くなってます。今これ実は軽めなんですね。今ね、さーっとね、ここのあたりが、あの冷凍庫の中のお肉みたいな感じでカチカチに固まってます。でそれ今から生肉に戻していくんですけれども、その過程がとても痛いんですね。で、この背中の疲れってやっぱ足の疲れから上がってくることが多いので、しっかり緩めていきますね。で今からが本番ですから頑張ってくださいよ。気持ちいいぐらいの強さなんです、実は。ちょっとストップ。ハイストップ入りました。でこの辺がね、だいぶ硬かったので、これが硬くなってくるとこう上がってきて、ここに来て腰痛になっちゃうんですね。はい、痛い。ふくらはぎはどれぐらい時間かかるんですか？痛い。大体このふくらはぎ片方5分ぐらい。5分ですか？今これで何分？まだ1分も経ってない。痛い。ちょっと柔らかくしとくね。力足らなかったって言ってください。いやいや、全然足りすぎです。絶対左の方が痛いと思う。左の方が足張ってるんで。了解でございます。こうしていただいて、ここ、おー、膝板とか、あの腰によく効くとこですね。足が疲れるといつも膝裏をマッサージするんですけどね。そうでしょ。ここに来るので、はい、結構やっぱり腰痛の人はこれしっかり取っといた方がいいよ。はい、ですよね。痛い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 
しますね。はい、はい、それで柔らかい。それで、うん、力入れてないぐらい、これぐらい。気持ちよさあるでしょ。悔しいでしょ。痛い。今日はめちゃめちゃ痛いですけど、2回目3回目って続けられるとここまで痛くないんでね。今悔しいぐらい右足すっきりされてると思うんですが、はい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 、はい、ちょっとかわしますよ。はい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 、ここ大丈夫ですね。